この私の一言で誰かが救われるというか誰かの助けになるかもしれないって思ったら、もう必死になっていっぱい質問の原稿書きますよね。子供たちにそういう姿を見せたいなっていうのも多分あります。誰かのために動くということは尊いことなどだぞ我が子たちよみたいな。おはようございます、藤井です。よろしくお願いします。どうですか、初めての次の場に立ちますけど。緊張しますね。けどこうおどおどしてるとやっぱり説得性もこう帯びないと思うので、あんまり緊張出さないように頑張ろうかなと思って。でも昨日寝れなかった5日当選後初めての七戸町議会の一般質問に臨んだ藤井夏子さん30歳。16人いる議員の中で最年少、唯一の女性議員です。2年半前名古屋から父親の地元七戸町に移住してきました。藤井夏子くんの発言を許します。はい、移住当初は全く想像もしなかった議会に参加をしているわけですが、人生というものは本当に何が起こるか分かりません。町議になるとは全く想像していなかったと話す藤井さん。どんないきさつがあったのでしょうか。13日平日の夕方に藤井さんの自宅を訪ねると、はい、こんにちは。こんにちは。藤井さんは1歳から6歳の3人の子供を持つお母さん。6年半前に結婚し、夫の仕事の関係で名古屋で4年間過ごしました。ちっちゃいママ何個入れたと思う？54。笑顔が印象的な藤井さん。しかし七戸へ来るまでは日々の生活に余裕がなかったと振り返ります。親戚もいなければ全く知らない土地だったので、児童センターとかで友達はできてたものの、それもコロナで行けなくなりっていうタイミングでもう全部こう抱えきれなくて、もう本当に誰かに助けてほしいなって、私の心が壊れかけてはいましたね、かなり。育児に追われる毎日、思うようにいかず子供の前で涙してしまうこともありました。そんな時夫からの提案もあり、思い切って移住を決意。夫が行こうよっていう感じだったので、本当にいいと思って子供たちをこうのびのび育てたかったっていうのがあるので、環境としてはすごくいいよねって。七戸に移り住んで2年半、周りのサポートなどもあり心に余裕が生まれてきました。今年4月からは飲食業やイベント運営などを行う会社で午前9時から午後5時半まで働いています。働きたいなとは思っていたけど、こっち来てやれるかもっていうところから、やりたいっていうとやろうなうみたいな感じ家事に育児、そして仕事にと忙しい日々。それでも町議に立候補したのは藤井さんの頑張る姿を間近で見ていた交流のある人たちの後押しでした。子育て実際にやられてるその女性の若い世代の目線っていうのが、やっぱりこの町のこの町政に、すごく
なんていうのかな、その現場の生の声を届けてもらいたかった。一生懸命な、うん、あとこうすごく誰かのためにって常に思っている人だと思います。町議になってから半年、毎日の生活が充実していると感じています。泣いていたあの日々から七戸町民を背負う町議に。未知の世界に飛び込むの好きで、全く知らないものを一からこう、まあ、学んで身につけていくことにすごいこう、なんだろうな、好奇心ですよね。身近なところから町を変えていきたい。藤井さんが5日の一般質問で取り上げたのは、妊産婦健診にかかる費用の助成やスクールバスの利用状況といった3項目でした。出産までにかかる金銭的負担は決して小さくはありません。そこで妊婦健診の際に生じる自己負担金も含めて町で助成をする考えはないかお聞かせください。初めての一般質問を無事終えました。すごいほっとしてますね。私がその投げかけたことによって何かが変わるっていうのはもうちょっと役割としてやはり大きいんだな。先輩議員たちに藤井さんの印象を聞いてみると、こちらの視線から考えつかないことをすごい聞いてくれるのは素晴らしいと思います。本当に当事者としてのね、感覚もあるので、一体となって、一体となって誰よりもこう身近にいる、なんかそこら辺のスーパーに買い物行ったらいるみたいな、で何でも話せるよみたいな、議論もできるよっていう、そういう存在になりたいな、あなたの隣の藤井みたいな感じになりたいなって思ってます。